こんにちは、長山です。こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、よろしくお願いします。先週に引き続きまして、えー、アルゴリアでソリューションエンジニアをしている篠原くんに、えー、ゲストで来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 はい。えー、前回はね、最近のその篠原くん、まあ篠原くん、こう、最多、おっさん FM ゲスト出演者ということで、第33回に最初のゲストとして来てもらってから、今回が4回目の出演ということで、えー、過去のね、えー、振り返ったりとか、あと近況を聞いてね、子育ての話、お子さん、二人目の子さんが生まれたという話とか。おっさん FM と共に人生を歩んでると。赤裸々にね。うん。<laughs> いう感じですかね。 いい <laughs> いただいている感じええー、まあ後編はね引き続きええー、ちょっとまた違う話題をねうん、うん、あの話していこうと思うまあ後半どちらかというと結構雑談系のね話がいろいろとあるかなと思いますけども、うん、何から話しましょうか、えー、たくさんトピックをもらってきますね手元にいっぱいメモを持ってきてもらってますけどもどれからいきたいですか篠原さんそうですねまあ僕相変わらずっていうか YouTube よく見てるんですけど その中であのクリスチャンネルも <laughs> 拝見させていただいておりまして <laughs> 数ある皇族チャンネルの中にこうクリスチャンネルも入ってるわけですね。あるとほうほうありがとうございます。はい、で、まあ、あのクリちゃんのバンドのスタジオ練習とか、まあ、よく見てるんですけどはいはい、はい、見てくれてる、うん、あ,ありがとうございますライブ2ですね。2だね。うん、であのギターの人がすごいプロっぽいっていうか、うん なんだろう気になる、まあ、実はなんかすごい人だったりするのかなと思ってるんですけど。えそこで言うニュアンスのすごい人っていうのは、なんかその有名な人っていうことってうそ,うそうそうそう。的な、いや、なんかそういう、なんか著名なギタリストって感じではないけど、かなりもう昔から音楽やられていて、アメリカで音楽の,その、まあ、修行じゃないけど、ギターの修行とかをされてみたいな方なんで。えー めちゃめちゃうまいですよ、お上手。アメリカのでもすごいこう研鑽されてきたみたいな感じの方。へえー、そうなんだ。そう,んだうん。なんですよ。でめっちゃうまい。ギターが超上手。だし、<ー>なんか業界の人とも知り合いがいたりとかするらしいですね。えー、で、なんなら、キーボードやってる方は、パパ友ですけど、アメリカの音楽大学で博士号を取られた方みたいな。へえ。 すごい方たちに囲まれてやっております。はい。<ー> <laughs> そうなんですよ。やっぱわかりますかギターがうまいなっていうのが。うん。いや、ちょっとこれ、ただものじゃないなっていう。うん、うん。篠原くんも結構弾くんだっけ、ギターを。いや、まあ、学生の時やってて、うん。今は誇りかぶっちゃってるっていう感じですね。誇りかぶってる。うんうんうん。うん、はい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 。いや、そうなんですよ。 なんで最初、僕のこの参加してるバンドは3ピースバンドで、僕がギター、ボーカル、ベース、ドラムの3人で始まったんですけど、うんうん、このギターの方が加入したことにより、僕のパートからちょっとギターが外れつつあるっていう<あ>、<laughs> なるほどね。なるほど。でもまあちょっとそれじゃあいかんと思って、ちょっとギターも最新のやつではちょっとひ弾きながらやってる感じですね。うんえー、でもまあなんか、リちゃんもすごい勢いでギター上手になってるなと思って,てあ、本当ですけど。うん、ありがとうございますそ。そう言っていただけると。 はいい嬉しいですね <laughs> まあそれはチョコザップもいけねえわっていう。いやそうねそれもうギターの練習ばっかり <laughs> あのあれですよ、えー、<laughs> ビーズの曲は無理だろうなと思って始めましたけどうん、うん、今ギターソロも練習して意外と早弾きがやっぱ毎日コツコツやってるとちょっとずつ弾けるようになってきていて<ー>すごい自分的にはなんでこれが高校生の時にできなかったんだろうっていう <laughs> その。 YouTube とかなかったからかってか思いながら<ー>だってでもこれね肉体的にというかねこう神経科学的には衰えてるわけじゃないですか僕らいやそう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 なの、ね、高校生の反射神経とかさ動体視力とかさ、うん、でしかも時間もないわけじゃない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 、うんうん、ないね<で>ない今の方がやっぱ上手くなってると、ね、やっぱりまあそっか情報の質が高くなってるとか、ね、処理の仕方が上手くなってるとかなのかな 意外とそうかもしれないですね。その長く生きてる分だけ、そのね、うん、見て、見てどう動くかとか、反復練習による定着が実は年を取ってからの方が意外といいのかもしれないまあ反復のこう、なんですかね、価値っていうものは、なんか若い頃よりはよく分かってるっていうのがありますよね。うん。うん、そうね。そうそうそう。ありがとうございます、篠原君。そんな言っていただけると嬉しいです。<laughs> いや、なんか、反復買ってたりとか、まあ、あのギターも。 なんだろうなんかすごい音、音作りっていうか、なんてつうのかななんか普段、なんだろうその,そのシングルコイルと、なんだっけ、うん、ハムバッカーだっけなんかそんなの全然意識しないけど、うん、なんかクリちゃんのギター弾いてるのを聞いたら、ああ、なんかこれ、なんてつうのかな分厚いい音鳴なってるなっていうふうに。なるほどね。 それギター、えー、ギターさまざまですよ。島村楽器、オリジナルブランド、ヒストリー。<laughs> 皆様、よろしくお願います。どうしたんですか一 <laughs> <laughs> いや、いい、いや、いいギターだなと思って僕も聞いてます。<ー>はい。で、音も、まあ、音はない音、音づくらは正直ちょっと僕もなんか、 自分の感覚でやってるからあんまりこう理論的にどうこうってのはあんまないんですけどうんんかね自分の好きな音をで弾いてる感じですねうんでここに書いてあるのバンド練習終わった後に餃子の王将で打ち上げとかしてるんでしょって書いてあって何だこのこのメモ何んのいやちょっとねやっぱり子供二2人目とかっていうのもあって何だろうかこうそういうのに 飢えてるじゃないけど <laughs> うん、うん、ちょっとねこれはリア充が過ぎるんじゃないかっていう風に嫉妬してますね <laughs> でもねあのいいヒントがあるとすると僕も自分の子どもがその、ね、0歳とか3歳とかの時にはこんなことやってなくて、うん、今回のこのバンドが何で成立したかっていうとパパ友なんですよねその子供の少年野球の。うんあ 子供が少年野球に入ってて、その少年野球のパパから誘われて、なんか、あクリスさんギター、ギター弾くんですかみたいな。うんうん、僕、ドラムやるんです。あで、隣の人が、僕、ベースやるんですって言って、始まったバンドなんですよ。うんうん、だから、意外と、その子供きっかけって、なるほど、そうか。逆に子供がいなかったら、まあ、会うことなかった,た,ったなかった、なかった、絶対なかった、うんうん。し、僕が実はこのバンドで最年少でして。 あの一番上の方は55歳。えー、5十55、十3結構先輩ですね。五十、はい。で、私45。ええ<ー>。で、キボードの方も45ぐらいかな。同じぐらい年。うんうん、確か。っていう年齢構成なんで、いや、まだまだこれからですよ。逆に言うと、そのね、その50代とかでも全然こう、やれるわけですから。うん、うんまあね,、うん、ね。これから、これから。いや、が過ぎる、<laughs> 過ぎるんじゃないから。<laughs> そんなことないでしょ、別に。 うん、でもまあ楽しいですね。なんか,なんか本当なんかバン,バンドってこんな楽しかったんだって思って45人して初めて思,思いました。えーうん、あ、すごい。いや、素らい。若い時にやってたんでしょそのバンド活動みたいなやつを。まあそうだけど、でも、なんていうのかな。なんか若い頃とかって特にもうちょっとアルコールドリブンだったり、なんかの<ー>女の子モテたいドリブンだったりとか、なんかこうそうバンドの練習終わった後とかに、 まあ飲み行こうぜみたいな感じで、うん、なんか友達の女の子に友達誘ってちょっとこれから来てよみたいな、なんかちょっと不順っていうかね、<laughs> なんかもうちょっとこうあるだろうっていうのがあって、そういう意味では確かにこの,この年齢でこういうことやるのは、そのいろんなその、ね、何者かになりたいとかさ、音楽で売れたいとか、うん、そういうのがないじゃないですか。あとモテたいとかもな、本能がないし煩悩が減ってる状態で。うんうん 結構純粋に音楽楽しいに向き合えてるのは今かもしれないですね。<ー>もしかするとね。うん、なるほど。演奏楽しいなとか、なんか人と一緒にセッションするのでこんなに楽しかったんだとか、大きな音すごいなとか。うん。<ー>それはすごいですよね。いいね <laughs> はい。ありがとうございます。まあ、そんな、そんな褒めていただいてありがとう。いや、でもそ,そうそう、あのす、すごい人なんですよ。今度この曲やりましょうって言って、だいたい月一で練習してるんですけど、うんうん、大体こう集まってきて、じゃあ一発目とりあえずやってみましょうかって言って、だいたい最後まで、そのもちろんミスるところありますけど、 最後まで行くんですよね。ち,ちゃんと。それが僕、すごいなと思って、普通はこうはいかないだろうなって、という感覚もあるんですよ。バンド経験はあんまないですけど。はいなんで。だから楽しいっていうのもあるかもしれないですけどね。ど僕はもう、はい、豪華なカラオケ気分でね、やっております <laughs> <laughs> 生演奏みたいな <laughs>。生演奏で歌わせてもらってるんでね。はい。はい。で、なんか、あの、もう一つ、あの、永山さんの確定申告の話もちょっと聞きたいみたいなこと書いてますけど。 そうまあ、なんか、例年、確定申告、苦労されてるイメージがあるんですけど、なんか、この間、ツイッター見たら、すでに進捗があったみたいな感じで、ああそ,そうですね、なんか、少し進めるかと思って、ちょうどね、税理士さんから、今年もよろしくお願いしますってうメールが来てたので <laughs>、ちょっと、尻を叩かれてるから、うん、叩かれ始めてるからやらないとなっていう、その、毎月ね、処理をこう、整えたりとかしてる方もいらっしゃる中、もう僕は本当にそういうことを全くせずに、 いきなりやるって感じなので、まあいろいろやることが多くなっちゃってるんですけどので、まあちょっと早め早めに動こうかなと思ってやっているのと、あとちょっとまあ僕個人の方と法人の方と両方でこういろいろあれこれしなきゃいけなくなってるんで、ちょっと作業量がやっぱ近年増えてるから、ちょっと早めに動かないと、ちょっとなんかミスりそうだなみたいなのがあって、まあそういうのもあって最近は早めに動くようにしてますね。うん。 うん、素晴らしいですね。素晴らしい。お<う>前は j l i さんにも長山さん一番最後なんで、まあ、ま周りの事務員の手も空いてますから大丈夫ですみたいな感じだったんですよね。<laughs> <laughs> さっきの、あの、先週の事務の話の最後の頃に行くと空いてるみたいな。<laughs> うん、篠原くんも確定申告するのか<う>まあ僕は結構今年は大変でっていうか、会社の株を買ったりとか、 あってあ<ー>なんですか、ね、のだこ,のこの株で買えるみたいな権利、うん、まあストックオプションの権利があって、うん、でその時と、まあ、今と、まあ、会社上場してるわけではないですけど、うん、フェアマーケットバリューって言って、まあ、今の会社の一株あたりいくらですっていうのが、まあ、なんですかねだ第三者的なあれで入って決まるんですよ年一で。 えー、で、まあそうすると、ほうほうそ、その時よりも、まあ株価は上がってるので、実際に自分の手元になんかお金が入ってくるわけじゃないですけど、まあその分の差分が、こう給与所得っていうか、いう感じで乗ってくるので、うん。まあ手元にお金はないけど、税金はいっぱい払わなきゃいけないっていう感じで、はい。えー、で、また、円安とかあって、うん。ね いいろろ大変な感じです、ね、なるほど円安か円安だとその日本円での見た目は上がってるってことなんですかそうなんですよはいおおなるほどすごいなうんすごいねなんか確定申告でまああとちょっと副業みたいなこともしてるので、はい、うんうんその辺とはいののあ,であとまあかかった経費とかもなんですかね まあ、そんな中山さんほどまあ多くはないとは思うんですけど、まあ、いろいろなんかこう、ちょっと、細々したやつがいろんなところに散らばっちゃったりしてるのもあって、この季節になると、書類をまとめる、なんかケースとか、そういった事務用品を買い出すっていう <laughs>、今やんのみたいなことをしだしますね。まあでも、進捗をね、進めてるわけですから、はい、3月だっけ、3月に最終する3月のね、まあ中旬ぐらいまでに出さなきゃいけない。 でもまあ最近は確定申告みんなインターネットだと思うんですけどいつだったかな,なんかミクシーさんの会社のビルが、うん、あの自分で提出する確定申告の、まあ、なんか申告会場みたいになってて、うん、でもう本当に最後のギリギリの日とかすごい殺伐とした雰囲気になってて。<laughs> <laughs> で、なんかその相談に乗れる税理士さんみたいな人とかがいて、うんうん、で、いや、これはなんとかでみたいなこう相談をしてるんですけど、もう本当、その最終日で、いや、これはもう、なんか絶対譲れないなんとかなんだみたいな、なんか声を荒げてる人とかいて、<laughs> ちょっと、あのー、いや、まあ、人生模様がありそうですね、そこには。<laughs> 確かに。行ってみようかな。なんかね、商工会議所とかね、あの税、税務所とかでね、そういうのあるんですよね。うん、商工会議所は、こう、税理士さんがいて、あて、申告の仕方を教えてくれるっていうのは、まあ、それ商工会に入らなきゃいけないのはあるんですけども、うん、まあ僕、結構初期の頃から税理士さんにお願いしてるのでの、本当に難しいところは税理士さんが全部やってくれるから、うん、そこはあんま考えなくて済んでるんですけども。うん。なるほど、なるほど。 まあ僕もやるか、3月あったら。なるほど。<laughs> 3月なんてだいぶ、ね、ちょっとちょっと大丈夫ですかえ、ギリギリすぎる。そういや、まあ、少ししかないだったら大丈夫だと思いますけど。あ僕はね、少ししかないんですよ。うん、あの別にその経,経費の生産とかはあんまないので、ね、どっちかっていうと、ああ単にその出,す出す感じですね。ちょっと書いて。うん。じゃあ、2月にやろう。二 <laughs> 月に。そうね、2月。2> ね。はい。 あってる<お>、うん、いやまあなんで私もまあ相変わらずっていうかこう仕事柄まあちゃんと本当なら、うん、まあ勉強しておかなきゃいけない事柄を扱って暮らしてるんですよね。うんうん、例えば、まあ、アルゴリアは検索エンジンの会社なんで、まあ、最近検索エンジンってそのベクトル検索っていうのがすごいホットなトピックになってて。 まあ、アルゴリア自体もそれに取り組んでるんですけど。で、まあ、じゃあ、そのマルチディメンションな、こう、ベクトルに対して、こう、コサイン類似度で、エンドユーザーのクエリとえーと、え、インデックスされている、まあ、そのテキストっていうか、商品情報とかを、マッチングさせるみたいなところとかを、こう、まあ、お客様に対して、まあ、偉そうに言ってたらおかしいですけど、説明とかしてるわけなんですけど、じゃあ、なんか、そのコサイン類似度みたいなのって、 まあその高校生とか大学生とか、まあ普通に問題解いてるんだと思うんですけど、うん、まあ自分なんかそのチャット GPT さんに聞くことぐらいしかできないっていなわけですよね。<laughs> うん、<laughs> で、<laughs> それでどうなんだろうみたいなことって、まあ前々からずっと思ってて、まあスタッフアップとかでちょっとずつ勉強してたんですけど、うん、もうちょっとやっぱ子供2人目みたいな感じになると、まあちょっと手つかずっていうところになってきちゃったんで、うん まあいつの日か、まあ、ちょっと永山さんに憧れてる感じなんですよね。なで、あのーまあ、割と今な何年生ですか ?3 年生とかそうですねもう3年ぐらいやってますね。うん。うん。まあ、年最初当初5年で卒業する気持ちでやってて一応そのスケジュールで今のところやってるんですけども最近ちょっと忙しくて、うん、結構その、まあ、授業は放送放送っていうかねインターネットの番組で受けられるんですけど。 結構もう割と高速で見てその試験を通るすための過去問とかをチェックしてまあこの本編は出そうみたいな感じになってきてなんかちょっと本来僕はなんかもう少しこう教養とかそういった自分の,の,あのあ知らないことを知るとか知ってることを深めるみたいな意味で授業を受けたいっていうふうに当初は思ってたんですけどもなんか最近ちょっと振り返ってみると単位認定試験通すために勉強してるみたいなそういうスタンスにちょっとなってるなって、うん。うん っってていうところがあ,ってでまあちょうど先週に退院停止期限終わったんですけどもなんかちょっと少しあの取る退院数を減らしてもう少し余裕を持っているような形にしてたからまあ卒業までは道は伸び伸びてしまうんだけどもう少しこれちょっと調整しようかなってちょうど思ってたタイミングですね。なる、うんうん うん、なんか文学世界文学の授業とかもなんか本当は、ね、めちゃめちゃ面白いんですけども結構時間がなくてめちゃめちゃかいつまんであの教科書をバーって読んで試験を受けたみたいな感じのとこもやっぱある、うん、あるんでだからすげえもったいなどしてんなーっていう気持ちがもう大きいんですよね。うん、なんでちょっとそこをちょっと反省して少し、まあ、数を少なくしてちょっと自分のペースをつかみ直したいなっていうなところを思ってるっていう。 感じです篠原くんどうするのそのなんかいや勉強はいつかしてみたいそういう大学的なそうですね。しってみたいなって思ってますね。ただまああのー、僕ちょうどアルゴリアに入る前まで、まあ、MBA に行ってたんですけど2年間。うんうん うん、ちょっと意識高めすぎちゃって、まあバーンアウトじゃないけど、まあちょ、ちょっと疲れちゃったところもあったんで。<laughs> 意識高め、うん、高めすぎちゃった。はい、<laughs> なんでちょっとそ、そこまでじゃないけど、まあ、ちゃんと勉強もしたいなっていう感じですね。うん、<laughs> 意識、意識高めすぎちゃったでちょっと面白い。なるほど。 なるほどですね。<ー>なんか、でもあれですね。まあ、か,かなり前になりますけど、あの、ナンド2テトリスっていう、難度っていう、すごい記憶的な回路から CPU 自分で作って言語を実装してテトリスまで動かすとこまでやるみたいなやつ。前半の CPU 作るところまでしかやってないですけど、あれとかはめちゃめちゃ面白かったですね。うん うん、なんでその大学っていうカリキュラムだと、やっぱりどうしても、まあ僕はその大学を卒業するっていう目的もあるので、まあやらなくてもいいものもやんなきゃいけないみたいなところはあるんですけども、ああいうこう、まあ海外でも結構人気があるコースだったりとかは、やっぱり本当に面白い。実際に。まあ英語も、まあ多分全然僕よりは多分篠原さん読み書きできると思うし、まあから、そういう意味でも、そういった その自分の興味がある教材の方が、まあ、シュッとできるような気はしますね。うん、うんあの授業はまあもう一回、まあちょっと今忘れてしまったところも多いんで、ちょっと機会があったらもう一回最初からもう一回受けても全然いいなって思えるようなものだったので。なるほどね。ふんふんえ学、ー、いや大学、まあでもまあ。 時間だよな、時間。まあ時間ね、それをどう捻出するかっていうところですね。動画はね、結構ね、高速再生ができたりとかするのはやっぱりいいですね。うん 2>、うんあ。2倍速とかね,とかね2倍速とかね。英語の授業だと全く分からなくなってしまうんで、僕の場合は逆に英語の授業は0.9倍とかになるんですけども。あ、ちょっとゆっくり、ね、そうそうゆっくり喋ってもらわないとそそそ。そういうことですかね。逆に言うと、それもできるから、英語の授業も。 もちろん、字幕がある授業もあるし、一応、なんか、まあ、さっき言った n a n テトリスは、えっと、オライリーから翻訳されてる教科書が出てるんで、うん、うん、教科書自体は、教科書が書いてることはちょっと、かた、あの、結構、しっかり書かれてるんで、まあ、難しいんですけど、授業を受けながら見ると、すごく分かりやすいみたいな感じです。うん,う,んうん、うん、うん。まあ、そんなとこですか、はい、長永山さんに関する質問みたいなところ、うん、他なんですか次、ど、どれ行きましょうか <laughs> あこの英語のさっきちらっと僕が話してたけど、この斜め上の英語力を身につけたい人へ。これちょっと気になる。うん。うん。これ何斜め上の英語って何なんですか <laughs> 確かに。斜め、斜め上の英語って何,のって何その普通の、普通の英語力、まあ英語力って何だっていう話もあるんですけど。ああ、トイックとか、そういう感じの英語力。そう,そうそうそう。普通、普通っていうか、単語何個知ってるとか、まあそういうのもあると思うけど、うん、まあ僕が最近、 すごくいいなと思って、読んでる、読んでる、歌ってる、ラップしてる本があるんですけど。<う>はい。うん、あの、ヒップホップイングリッシュマスターっていう本があって、うん、これは、まあ本に QR コードがついてて、うん、で、それ、スマホで写真っていうか、その QR コード読み込んで開くと、まあラッパーの人がラップをして、まあそれに続けて、そのセンテンスを、まあ、自分も 歌うみたいないう感じの構成になってるんですよ。で<う>ラップなんですごくナチュラルっていうのかな,なんかそ,その間の使い方とか、うんま、単純に発音っていうわけじゃないけど、まあ、そのアクセントの持ってき方とかあんまり普通に使わなそうな普通にっていうか日本人が知らなさそうな言い回しとか、まあ、そういうのがこう<ー>満載なんですよね。 えー、で,で、あとですね、そのラップの裏で流れてる音楽が、どれもすごいかっこよくて、うん、で、まあ、有名な、あの、ビート職人みたいな人たちが、まあ、全曲、まあ、全曲って言っても、250個ぐらいだったかな、まあ、曲があるんですけど、うんうん、まあ、どれとってもすごくかっこいいんで、えー、これはマジでおすすめかなっていう感じですね。えー、で、まあ、この、 ヒップホップイングリッシュマスターっていう本を書いた人が、まあ、瞑想っていうラッパーなんですけど、うんうん、うハワイと日本を拠点にやってるみたいな人で、うんで、この人多分、まあ、我々と同世代で,、うん、で、僕が社会人1年目だから2年目だからの時に b、b ーボイパークっていう、そのヒップホップのイベントみたいなのが、年一でやってるやつがあって、うん、で、そこの MC バトルに出てきて、なんかいきなり優勝をして、 1999年から2001年までは3年連続でクレバが優勝したみたいな,なんかそういう大会なんですけどうん、うん、でその人が本出したみたいな感じでうんま個人的にはその20年ぐらい全くノーマークだった人がなんか急にその英語勉強用の本出したらしいっていうのでそこをポチってみたんですけどでまあこの人が。 今、同時通訳の仕事をしてるらしくって。へえ、ー。で、なんかこの間、新木田沢でなんか本出しましたよイベントみたいなのをやって、で、それの出版イベントみたいなのをやって、まあちょっとそれのアーカイブを見てみたんですけど。結構同時通訳の世界も奥が深いっていうか、例えば、なんかこう、訳すときに、人の名前が聞き取れないとか、すごいこう、重要なところは聞き取れないけど、 同時通訳って止まれないからなんじゃないで、すかそうした場合に、じゃあ、例えば、人の名前が聞き取れなかったら、じゃあ、この男性がとか、この本の著者がとか、<ー>そういうふうにこう展開してって、埋めていくわけですよね。で、それってすっごい、こう、瞬発力が求められるタフな仕事で。で、まあ、同時通訳の人って15分に1回人が入れ替わるんですけど、なんかこう、うん、そこら辺のな、なんでそうしなきゃいけないかとか、 なんでそんな大変なのかみたいなこととかを、まあ、この人が語っててでそういえばアマゾンで働いてた時にこう大きいイベントやると同時通訳会社っていうのがあってそこにお願いして大きいカンファレンスのキーノートの,あの同通レシーバーとかあの渡してやるやつをやってもらってたんですよね、うん、んでなんかそこにこう最近あそういえばあの時 あの人すごかったな、みたいな。例えばなんかその Amazon のカルチャーのこととかって、割と、んですかね、うんうん、難しいっていうか、日本語でそれをなんか正しく使えるとかすごい難しいんですけど、なんかうそういうのをこうすごくバシッてやってくれる人とかいて、うんうん、そう考えると、さっきその勉強大学とかっていう話もあったんですけど、うん、なんか NHK があの同時通訳講座みたいなのをやってるんですよ。 NHK もいろんな海外のニュースとかを同時通訳してみたいな番組とかやってるんで、まあ多分なんかこうそういうところで働きたい人向けみたいな感じなんだと思うんですけど。うんうん。あんでまあ最近ちょっとね、こういうなんか普通の英語っていうよりかは、まあもうちょっとこの斜め上っていうか、いうところも興味出てきたっていう感じなんですよね。うんうんうん、確かに同時通訳の人やばいっすよね。なんか僕も y a p s h とかビルダーズコンテて大きなカンファレンスで同時通訳の ついてるのを聞いたんですけども、やっぱり事前にきちんと打ち合わせして、ちゃんと RubyOnRails は RubyOnRails って言うみたいな、そういうふうなのがこうきちんとされていて、しかもこうちょっとした、んですかね、少しギークなネタみたいなのも、きちんとその理解した形で翻訳してくれるみたいなのがあって、なんか聞きながら、もちろん内容を理解できるっていうのも素晴らしいと思ったけども、翻訳の人すげえなって気持ちもすげえ同時にあったみたいな感じの,のをよく覚えてるんでうん、うん。 うん,うん。あれはすごいですよね。まあ、この本で、まあ、ラップ、歌ってるのが、本当に、そこに繋がってくるのかどうかわかんないですけど、でもまあ、英語の先生向けとかにも、まあ、この本を題材にして、<ー>こうセミナーとかやったりしてるっぽくて、でまあ、かなり評価高いらしいので、まあ、結構いいんじゃないかなと思ってますけどね。すごい、買ってみよう。 これトラックメーカーが、スタッツとか、エビスビーツとか、ミツ・ザ・ビーツとかなってるよ。すごいっすね。おなるほど。これは、これは、ちょっと面白そう。これいいちょっと面白そう。うん、面白そう。ク<お>リスさん、これでもさ、本気でこれやったら、英語の、英語のラップがこう、新しいスキルとして身につくわけですかマジで。レイジザ・アゲン、レイジ <laughs> あれレイジアゲンス・ザ・マシーンとか歌えちゃう <laughs> うん。あれはラップじゃないか。 でもちょっとラップっぽい感じで歌うもんね、うん、あれね。いや、これいいね。これちょっとなんか楽しそうじゃないですか。まあ、バンドでレッチリとかやってもいいかもしれない。<う>まあ、あるあるラップ、まあ、わかんないけど。<laughs> うん、レッチリとかね、ラップ、なんかちょっとこう、ね、やっぱ英語、英語がさ、やっぱ難しいのよ。あの、50代の方たちの好きな曲って、70代、70年代ぐらいのハードロックとかをやりたいってなるんですよ。<laughs> はいはいはい。うん、70年代、80年代とかのね。で、英語の歌詞なんですよ。うん。 僕は別に英語は得意なわけじゃないけど、なんとなくそれっぽく、あの空耳っぽく歌ってますけど、例えば、ね、ちょっとちゃんと歌いたいなという気持ちもあるから、このなんか、ヒップホップを入り口にちょっとこう、なんかリズムと英語をちゃんとこう載せていく感じは、確かにいいかもしれないですね、これね。うん。えー、買ってみよう、これいいじゃないですか。いい、いい本だ、これ。明日買いに行くか。<ー>今この本書いた瞑想も、お酒を何年か前にやめたらしいん。 ですよねお,おっさん FM でも聞いてくれてるかなそれはないでしょ。じないね <laughs>、えー。この瞑想もあのポッドキャストをやってて<ー>でそれが「イングリッシュ・ジャーナル」って雑誌が前あったと思うんですけどその編集長だった人と一緒にポッドキャストやってるんですよ。へ<ー>でその編集長だった人、まあ、水島さんっていうんですけど、うん、その人も何年か前にお酒 やめたらしくてなんか結構お酒やめたムーブ来てんなっていう気がしてて<ー>、ね、流行ってんねお酒やめるのにそばブームが来てますよ <laughs> いやだ,だ,っだって今日話してるこの3人もみんなやめてるわけだもんねお酒をねうん、うん、え白原さんなんでやめたんやめやめてるっていうか、うん、最後に飲んだのは、うん、去年の11月に 奥さんと、まあ、僕の誕生日のランチに行った時に、うん、いにぱ杯だけワイン飲んでみたんですけど、うん、で別に僕はや,やめようと思ってやめたっていうか飲む機会がなくて飲んでないだけなんですけどまあそ子育てとかもしてるしねあんまりこう,そう,そうなんかみねオフィス出勤してて飲みっかって感じでもないわけでしょそのないわけだし確かに,確かに、うん、この間も正月の親戚の集まり でちょっと飲んじゃおうかなって思ったんですけど、まあちょっとあの出るのがギリギリになっちゃって、車で行くことになって、みたいな感じで、週末大体いい車で出かけてるんで、そうするとちょっとね、お酒も飲めないし、みたいな感じで。<ー>えー、飲むタイミングが合わない。で、ただね、なんか、オーラリングっていうので、睡眠トラックをしてるんですけど、あ夜お酒飲むと、睡眠の質ものすごく下がるんですよね。あ まあ健康マニアじゃないけど、なんかそ,そんなにその自分のコンディションを下げるようなことをしたいかって言われると、なんかあんまりしたくないなっていうのもあって。うん,うん。うん、だまあ、昼にちょっとだけ飲むとかだったらいいんだけど、こう夜にがっつり飲むみたいなのはあんまりちょっとなっていう感じではありますね。うん。夜カフェイン飲んで寝らない。そ僕なんかあんまりそういうの意識してないで、まあ40年ぐらい暮らしてたんですよ。 うん、でもなんか永山さんがこうカフェインがどうのみたいな話とかされてたじゃないですか前。でそれで、あのーまあ、確かにじゃあたまに眠れない時あったけどあ,あれって夜コーヒー飲んでたからなんだっていうのに気づいてしまって。なんかこうそういうのもあって割とこう、まあ、別にそれだけでもないんですよねこう夜中に結構重たいもん食ったりしても夜あんま寝れなくなったりとかするし。うん まあそれは年なのかもしれないけど、うん、あっていうのもあってねちょっと今はあの自分の睡眠を優先したいっていうかコンディションを整えたいなっていう気持ちですね。あのーうん、あれですねその前回の最後に取説の話があったじゃないですかあれはなんか妻の取説とか夫の取説とかその自分と他人の取り合い説明書みたいな感じですけどうん、うん、結構こう年取ってくると自分の取説っていうかさこう 何をしたらどうなのかっていうのを因果関係を結構ちゃんと把握しとくと便利ですよね。ああ<ー>、<ー>そうですね。<ー>僕もなんか最近ほら、口内炎がちょっと一瞬できて、昔は口内炎できて、ああ、やだなーぐらいだったんですけど、うんうん、最近はちょっとこう、なんでだろうなって考えるようになったんですよ。うんうん、そうすると、なんか、あ最近ちょっとこう、インスタント系のものを食べ過ぎてるからかな、だからビタミンが不足してるかもみたいな、うん、こう発想になり、ちょっとこう、ビタミンがあり,ありそうなご飯食べたり、ちょっとチョコラビビ飲んでみて、 ちょっと改善して、ああ、よかった、よかったみたいな感じの、その、うんうん、なんか自分の体の不調とかの原因を一応ちょっと考えてみると、結構、年をとってくると大事だなって思,思ってます。そうですね。なんかこう、ね、う走っ,てったりとか、平畑さんも水泳とかやってるけど、体動かすようになってくると、体調の変化にも結構敏感になってくるんで、うん、そういうのもなんかありますよね。体重いいいなななとかか今日は軽いなみたいのもあるから、うん 毎日、毎日というか、こう、習慣、運動習慣があったりとかすると、そういうのも、そういうところにも結構跳ね返ってくるみたいなのも、あるかな、思いますね。うん、うん。逆にでも、なんか、パワー出したいときはカフェイン取るとかいうのも、はいはいはい、はいうん。逆に使えるし、うん、結構コントロールできると、それはそれでいいですよね。いい、うん。<laughs> そっか、やっぱみんなお酒やめてでも、なんか最近、なんか別、別口でもお酒、 やめたた話を聞いた、うん、酒離れが進ん,で進んでますね。中年の酒離れ進ん,でます、ね、進んでる。でも僕はお酒は別にやめたけど嫌いじゃないんだよな。それが困ったとこなんだよな。あそうね。<laughs> いつかその酔って大変なことにならないようなことになったら飲みたいんだけどね。そういうなんかこう薬が出たりとかね。冷食みたいになんかこうなんかさこう体のなんかをこう線を1個切ると。 そのお酒飲んでも味は変わんないけど、酔わないみたいな。酔わない。<ー>ちょっと怖いか。<laughs> なんかあの雰囲気は好きなんだよ、ね、飲んだ味は好きなんだよね。味がね。うんうん、さあさあさあ。あとね、もうちょっとまだあるんですよ。篠原さんが。こう、話したい <laughs> いっぱいあるんだよな。買い物系の話がいっぱいありますね。買い物系の話いきます。はい。じゃあ最後に掃除機の話をして。 閉め、閉まんのかわかんないけど <laughs> 別に閉めなく、<laughs> まあ、掃除機の話。はいはい。え。いや、掃除機がですね、なかなか買えないっていうかですね、掃除機ずっと使ってるのがあるんですよ。うんまあ、パナソニックの、うん、まあ、コードレスのやつなんですけど。うん、うん、あの、ヘッドも動くやつなんですよ、それ。で、なかなかいいなと思って使ってたんですけど、うんまあ、とにかくですね、あの、毛とか、 絡むんですよねブラシに。で、あのヘッドが壊れてしまって、一回純正品を買って、ヘッドを取り替えたんですよ。うんで、まあ、割といい感じに動いてたんですけど、まあ、2年も持たずに、またちょっと下手ってきちゃったんですよね。なんで今、今、なんていうんですかね、ほりをこう、家に。 の、まんべんなく伸ばしてるじゃないけど、なん、なんつうのそんなような状態になっ,たっ,て,ってて。<laughs> はい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 。あんまり機能知ってないんですよ、掃除機としてな、ね、な、なててるみたいな感じなんですね。はい。そうですね、はい。で、まあ掃除機を買おうと。で、まあ奥さんと話してて、で、まあ別にそんなにお金がないわけではないとは思うんですけど、うん。うん。でもまあ4万円、 ぐらい、まあ、4、5万円ぐらいで買いたいなと思ってるんですよ。うんうん、はいはいはいな。なんとなく掃除機に7万円とか8万円ってって思っちゃうんですよね。うん、な,なんでかわかんないですけど。うん,うん。まあわかりますよ、その感覚は。うん。で、まあ最近の掃除機いろいろ調べてると、あのヘッドに LED ライトがついてて。ああ、はいはい。見えますみたいな、ほこりはい。したんですよ。そうすると、まあなんかあんまり見えない。 ゴミとかもちゃんと見えるから。へー。っていうような感じになってて。で、そうすると、あの、まあ、価格ドットコムのコードレス掃除機ランキングとか見てると、まあ、ひたちかダイソンかっていう感じなんですよね。個人、個人的にはっていうか。うんうんうん。うん。で、LED ライトがついてて、まあ、あお値段もそんなにこなれてるっていうか。 で、日立ちがいいかなと思ってたんですよ。うん。で、それで、売り場に見に行ったら、うん。その売り場の掃除機、ヘッド見たら、まあ、割とかなり毛が絡まってたんですよね。うん。見たことあるやつだな、と。<laughs> うん。これはと思ってしまって。でも、毛が絡まりにくいっていうふうに、まあ、なんか,かい、書いてはあるんですけど、<laughs> う,んうん。でも、絡まってるな、と思って。<laughs> で、 まあ、ダイソンかなって思って、うん、で、ダイソンヘッドを見たら、特に毛は絡まってはなかったんですよ。うんうん、で、なんですけど、最近ダイソンって、ヘパフィルターっていうのがどうも、まあ、売りっていうか、まあ、すごい、こう、性能の良いフィルターを、まあ、最近のモデルは。ヘパフィルターが入ってるのはすごいな。で、まあ、その LED ライトでテラスヘッドも、まあ、最新のモデルだと、 ついてるとうん、うん、でなんですけどそのヘパフィルターのモデルの色が妙にかっこ悪いっていうかあ色がほう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 ダイソンってかっこいいイメージあるじゃないですかううん、うんそのヘタフィルターちょっとダサいなっていうのと、うん、で LED ライトで照らすヘッドの配色もちょっとなうん、うん、なんか最近のダイソンの機器を今見てますけどちょっとなんか。 カラフルですね。カラフルっていうかなんかだろうね。仮面ライダーのなんか結構10、10番目ぐらいみたいな感じ。<laughs> いろんな色を使ってきたから、こうなんかちょっといろんな<ー>難しい組み合わせの色になってますみたいな。トランスフォーマーっぽい感じですね。あ、トランスフォーマー。なるほどね。<ー>ああで、まあしかもダイソンちょっと高いんですよね。うん。で、ただまあインターネットで調べてると、まあどうもダイソンの掃除機っていうのは、 春に新しいモデルが出がちな関係でまあ2月とか3月ぐらいが安いかもみたいな,なんかそういうのがあるんですよ。でどうせダイソン買うんだったらあのクリスマスなんちゃらセールみたいなのがあって、うん、5000円天ギフがまあ戻ってくるっていうかいもらえますみたいなキャンペーンとかあったのにまあそれをこうですかね見逃してっていうか まあか、買わない決断をその時はしたんで。うんうんうん。で、それをじゃあ、今、買うのかよっていう話もあってですね。で、で、ただまあ、こう、そうこうしてる、まあ、今、この間にもですよ。まあ、家の誇りはどんどん積もり積もっていくわけですよね。うん、<laughs> そうですね。うん。で、まあ、どうしたもんかなと思って、<ー>まあ、お二人の、こう、掃除機に関する何かがあれば、教えを乞いたいと思った次第です。<laughs> 僕はね、ちょうどね、その話で言ったら、2年ぐらい前にダイソン買い、ま、買い替えましたよ。<ー>あの、スティックタイプに。えっと、もともとあの、なんだっけ、あの、いわゆる普通の掃除機タイプ、あの、コロコロ引きながら、こう、フェイすタイプのダイソンを使ってて、うん、ちょっとそれがもうなんか取り扱い、まあ結構古くなってきたのと、ので、なんかこう、スティックタイプのダイソンを買ってみるか、つって買いましたね。今調べたら、えー、ダイソンマイクロ1 5ラムってやつですかね。 SV21FF s,、うん、<S v SV、うん、SV ってやつ、モデルですね。これいくらしたんだろうなちょっと高かったのかなえど、どうですか、ダイソン髪の毛絡まれませんか,かあんまり絡まない気がしますね。<お>まあ、うん、もちろんゼロじゃないと思いますけど、割と快適に使ってますよ。うん、で、なんかあの、一応軽い、結構軽いんですよね。うん、で、今回も思い切って、もう、 分譲なんだしと思って、壁にだっけ穴開けて、その、なんていうの、こう引っ掛けるところ、充電しながら引っ掛けられるアダプターがついてるやつだったんで、それでもう引っ掛けるようにしたんですよ、リビングのところに。なんで、もうなんかしまう場所もそこに決まってるし、あ割と、ああ、それはいいですね。うん、便利に使ってますね。これ、かっこいいですね、配色も。配色いいでしょまあこれがダイソンって感じの配色な気がするんですよね。 まあ値段がちょっと高め今見ると。どうなんだろうか。これ何分持つのこれ。ん何分持つの何、ね、とかモードで。その掃除の時間ですよね。なんか自分が見たやつだと、えーこ、これぐらいの、そのマイクロ、何とかで、何、うん、だったっけななんかその、ガチなモードで5分みたいな感じで、で、普通のモードだと20分みたいなのだったかなあ<ー><で>そんな感じかもしれない、まあ。で、それがまあ奥さん的には、うん、もうちょっと、 重くてでかくてもいいから、もうちょっと長くいけるやつがいいっていうふうに言ってるんですよね。なる,なるほどね。実際使ってて、その、ああ、もう電池なくなっちゃったわ、みたいなケースはある掃除に関しては結構妻がやってくれてるんで、うんうん、横で見てて、切れたなって,やって、もうちょっと使いたいなっていうケースは、これまで、この2年ぐらいの間で2回ぐらいかな。大体はまあ、サーッとやって終わっちゃうから、うんうん、別にそんなに。 あれですけどただそれは今思ったけど、うん、子供部屋とかかけてないんですよなぜなら床がもう元で散りまくってるから <laughs> あもうかける状態じゃないと <laughs> そうそうそうん<ー>か毎日ちょっとずつ部屋をなんだよこ今日はリビングだけ今日はこっちだけってい順番にやっていくように使うんだったらいいかもしれないけど、まあ、週に何回かそのまとまって全部の部屋をきれいにしたやとちょっと足りないかもあ、うん、あ確かにないうん、うん、足りないかも掃除の仕方を変えるとちょっと 別にいいかもしれないですね。その部屋、一部屋だけピッピッピってやって、今日はここだけとか。ああうん。と思った。まあ確かにね。ただ、うちの妻は結構軽さ重視だったんで、まあ、稼働時間が短くても、軽く使える方が良いということで、これにしましたね。確か。うん。うん。長山さんってどんなの使ってますうちはもう、なんか、ね、いや僕もダイソン欲しいって、ダイソン良くないっていうふうに、いくつか調べて、あの、妻にプレゼンしたんですけども、うん 全く響かず、うん、昔ながらの紙フィルターのコンセントがつなげるものがいいと。うん、で、まあ、バッテリーは、やっぱりまあなくなってしまうのが嫌なのと、サイクロン式も、なんかもうその、きれいにキープする自信がないから、紙パックでこう、ポンって捨てられる方が、あの、いいということで、うん、うちはなんか、シャープかななんかの、あの、普通、普通の掃除機を使ってます。お<ー>、うん、まあ、パワーはね、こう、全然、 あるので、それはそれで。そうね。うん、そうね。電源取れるタイプはパワーがちょっと違いますよね。うといいもちろん時間の心配しなくてもいいし。うん、そこは、そうですね。ただ、なんかその、結構、まあ、僕も、妻もそうなんですけども、コードを結構ピンピンまで伸ばして、ついつい、あの、隣の部屋までかけに行って、<laughs> <laughs> <かる> <laughs> なんか、バン、あの、ビーンってこう、コードが張っちゃったりとかし、し,したりとか、かか <laughs> ひどい時だと、まあ、それで、まあ、今の家ではないんですけども、あの、コンセントの部分がこう、曲がっちゃったりとか、<ー> <laughs> プラグがね、それぐらいこう、間違ってこう、勢いよくバーンって引っ張っちゃったりとかっていうことがあったりするので、はい、そういうのを見てると、なんかコードレスとかの方が、この辺こう、スムーズになるのかなとかと思いながらも、まあ、パワー時間の、を優先して、コードの、ワイヤード、ワイヤードー、 の方を使ってますね優もうお金とかっていうじゃないとそうそううんお金とかもうん、あんまりなんかもうそういう希望が明確に出されたのでじゃあその中で良さそうなもの <laughs>、ね、って言って買いました、うん、篠原君じゃあ掃除はどっちがやってるんですか両方やってるんですか両方やってるけどまあでも奥さんの方が多いかなって感じですね,ですねだったらこう そちらのリクエストを聞いてとにかくその何を優先するかを聞いてあげるのがいいんじゃないですかね、うん、そのそうですね配色ダサいとか気にす,気にするタイプですかうんまあ確かにあのちょっとなっていうふうには言ってたんですけどなるほど、ね、でもまあ,あ<ー>なれるかもねみたいなことを言っててあなるほどでほどまあ奥さんのお母さんも一緒に、まあ、この間見に行ったんですけどはいはいはいまあなかか可愛くて 可愛らしくていいんじゃないみたいなことおっしゃってたので <laughs> <laughs>、えー。ええ、いいかもしれないですよね。なるほどね。ちょっとおすすめの掃除機あ、ね、もしあればね、ちょっと皆さんあの、のツイッター、もう買ってるかもしれないけど。これ、あれですかね。うん、ダイソンのこうカスタム塗装サービスとかビジネスチャンスですかね。ああ <laughs>。 あの別にダイソンに限定しなくても家 <laughs> 電の家電のみ <laughs> 広げた方がいいんじゃないですか塗装サービスいやでもこれダイソンとかに絞った方がさ、うん、なんかこうやっぱりそういうのはいいじゃないですかあなんかその専,、うん、専門的な何か、うん、めっちゃゴールドのダイソン来たら上がるみたいな感じの <laughs> ある人もい,いそうじゃないですか確かにねあそれあれもしかしてその 3D プリンターでパーツを作ってみたいな話じゃなくて いやじゃなくてなんかね、その、正自作になっちゃう。表面、表面の塗装なんですけども、あ、塗装ラメ入りのゴールドみたいな感じで、で、ダイソンが来るみたいな。あデコ、デコレーションしたいな。デコる感じの延長で。デコる感じの。うん。でも、ますます別にダイソンに限定しないていい気がするんだけど、その、家電、家電デコサービスでいい気がする。いやいや、ほら、ダイソンだから色に断りたいっていうのはあるんじゃないかなと思ったんですけあんのかなあるのか。 そうか <laughs>。でもダイソンいいんだねまたちょっと隣に相談してみようかなまあ好き嫌いはあると思いますけどねやっぱそのしっかりと安心して掃除したいかがっつりかけたいっていう人には物足りないかもしれないですよーダイソンはそうかそうかやっぱうちは結構その2人とも働いてて週末にさっと部屋を掃除しますっていうタイプの掃除なんでそれでですけどうだねうん、うんねうんうん、あともう1個ねスティックタイプマキタの掃除機がありますよ ああ、飽きたのはうちもそうだ、ある。うん。これね、ほんと軽く、軽く、ちょっとなんか、そうですね。シュッとやるとき、ようって感じですね。うん。はい。なんか、複数台使い分けたらいいんじゃないの掃除機そう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 。ねもう思い切って、もう予算7万円ぐらいにして、その4万のダイソーを2個買うとかさ、なんかその3万5千のダイソー2個、片落ちでも買って、2個置いとくと、ね片方充電器でもこっちでやればいいじゃん、みたいな、そういう。 前こんな話したのはなんか充電切れた時のためのなんかって言ってましたよね。なんだっけあったっけあった。え、なかったっけアップルウォッチの話ああ、あったかも。島津さんの話だった。<ー>うん、アップルウォッチの話したかも。うん、アップルウォッチの話だったけど、うん、なんか充電切れた時にサブ用のもう一個持っとけばいいじゃんみたいな発想、うん、でした。うん、<laughs> なんだっけ夜寝てる時につける用と普段用と二つ持ってけば、あ,<ー>あれそ、それクリちゃんだっけ僕じゃないですよ。 あそうか柴たさんだったっけ、うん、誰か、誰か、ゲストだ、ね、っかっけそういう話をした気もする。そう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 。はい。<laughs> ちょっと、正直はまた、いい情報があったら、皆さん欲、欲しいですね。ちょっとね、ぜひとも、ええ、お待ちしてますので、皆さんの知見を、はい、<laughs> お願いします。<laughs> はい。<laughs> はい、と言ってたら、あっという間にね、時間が来てしまいましたいやいやいや、今のとこ,とこでか、ね、ちょっとね、いろいろまだね、トピックあるんですけどね。 また近いタイミングで来てもらいますかねそうですね,ね、うん。ちょっと会話に飢えてるようなのでの、まあね。会話に飢えてる<笑><笑> <laughs> そ,うそんな寂しいこと言うなよってね、思いますけど。<笑><笑>いや、でも今日も楽しかった。うん、楽しかった。よかったよかった。よかったよかった。ったちょっとね。よかったよかった。よかったよかった。また来てください。まあ割とすぐ呼びますよ。じゃあちょっと。はい、あのネタを考えててください。ちょっと。はいこのね、話すネタを。<laughs> いや、ね、これは結構、でも、紹介いただいた本はね、 面白そうなんで、二つともちょっと早速買ってチェックしようかなというふうに思買ってチェックする。うん、ヒップホップ・イングリッシュ・マスターは買ってやりますよ。次はちょっとこれで勉強したらラップ対決しましょうか。ああ、いいですね。<laughs> うん、まあ、あの、クリスチャンネルに練習してる様子をアップしても面白いかもしれない。<laughs> 確かにね、ちょっとそれやっておきますわ。買って、<ー>あの練習してる様子をちょっと流しとこうかな。すげえね。はい、ありがとうございます。ね、いいね。ラップね。うん。 はい。という感じで、最後にお知らせをちょっと、あの、せっかくなんでね。うん、<laughs> あの、最後に。はい <laughs>。はい。はい、まあ、お知らせっていうほどでもないんですけど、まあ、あの、アルゴリア .fm っていう URL で、はい、あの、アルゴリアにまつわる耳寄りな情報を、うん、あの、日本語でお届けしておりますので、えー、よろしければ、ぜひ聞いてみてください。おー。ぜひぜひ、ポッドキャストやってますね、シナガポッドキャスト、もう100回超えてますね。すごいよね。シレットね。ねうん。すごい、コツコツと。 やってますもんね。はい、ぜひとも、はい、アルゴラに関する問い合わせも、篠原君まで言な、はい。はい、わからないけど。あのツイッターとかで、雑に。お願いします。はい はい。という感じで、はい。2週にわたって、アルゴリアのソリューションエンジニアの、えー、さんに来ていただきました。はい。えありがとうございました。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ということで、えー、今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。